どうも、適当な評論ほどボールポゼッション率重視しがち、おなじみのザフトボールでーす。ね、ボールポゼッション率低くてもね、バンバンチャンス作るサッカーもあればね、高くても後ろの方で回してるだけっていうパターンもありますんで、ね、ちゃんと見ていかないとね、真実はわかんないですねって感じで、というわけで始まりましたトークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日はですね、まあ、JFA 田島会長のね、続投が、まあ、決定されたということでね、この悲しいニュースを取り上げていきたいと思います。今回のテーマは JFA 田島会長の続投が日本サッカー界を滅ぼす理由を徹底解説ということで、まずはこの記事から読んでいきましょう。日本サッカー協会は25日、都内の JFA ハウスで臨時評議委員会を開き、新会長投票を実施した。単独出馬した現職の田島幸三会長の続投が承認決議された。各都道府県、協会代表や J1 クラブ代表、関連団体代表者ら75人で構成される、評議員の無記名投票で、今回は64名が出席し、出席者全員の賛成で承認されたということでね、75人中64人の出席ということは11人出てないんだっていうのとね、それ全員が賛成っていう非常にね闇を感じる、結末になったわけなんですけども、なぜですねこの田島会長のですね評判が悪いのか、ハッシュタグでね、田島やめろっていうのが作られてしまうのかっていうのをですね、まあ論理立てて説明して、まあね、決して、やめさせる方向、悪いって方向だけじゃなく、いろんな方向から考えていきたいと思います。まずですね、田島幸三自身、どういった方なのか、田島幸三会長ですね、若い頃ですね、西ドイツに、留学してサッカー指導者への道を歩み始めたんですね。で、1983年から86年までドイツに留学して、この B 級コーチライセンスを取得して、ブンデスリーガ一部、なんとね、レバークゼンの方にコーチ研修をしていたということなんですね。でですね、1993年から96年には日本サッカー協会の、協会委員会員に、選出されまして、でですね、その後日本代表の、まあ、JFA のですね、要職を務めることになっています。でですね、まあ、後ほど説明するんですが、このご自身のですね、著書にもですね、まあ、書かれているように、まあ、SQ ライセンスのですね、その指導カリキュラムとか、その元になるですね、まあ、考え方だったりですとか、指導理論なんかを構築して落とし込んでいるようなので、今のね、日本サッカー界のですね、もしかしたら、このね、育成の部分で大きな貢献をしている方かもしれません。まあ、その辺はね、今日最後まで、皆さんがこの動画をですね、聞いた上で、見た上でですね、判断していただけたら嬉しいです。でですね、今一番ですね、田島会長がですね、まあ、逆風になっている理由、それなぜかと言いますと、ハリルホジッチの更迭ですね。まあ、これに関しては、2016年にですね、会長選挙がありまして、その時に田島幸三、当時は会長じゃありませんでした。田島幸三氏と、原、博美さん、このね、二人の、候補者がいまして、ここでね、この投票の結果選出されたのが田島会長だったんですね。で、その時にですね、前の、まあ、第二国屋会長とですね、下田技術委員長、このですね、二人が呼んできたのがハリルホジッチでして、そのハリルホジッチを呼んできた下田技術委員長を、階級降格させて、それによってですね、職を辞任するということになりました。なのでね、ハリル的には一番ね、自分を呼んでくれた味方がいなくなってしまったんですね。で、その後についた西野技術委員長、まあ、皆さんご存知の通り、ハリルがですね、更迭された後のワールドカップで指揮を取る、まあ、監督の西野さんですよね。その西野さんが取って変わったっていう状況、プラス、ハリルの元にですね、途中からコーチで入った手倉森さんがですね、西野さんのコーチについてるってことで、もしかしたらこのね、解任から日本人に任せるっていうところ、まあ、それもですね、自分の政権じゃない時に決まった監督でしたので、このね、自分が政権を取った後のですね、まあ、規定路線だったんじゃないかっていう、そういう見方もできると思います。でですね、まあ僕自身、このね、解任自体には別にノーというつもりはありません。なんならハリルホジッチのサッカーには日本代表と、日本人のね、特徴と、このね、照らし合わせると矛盾の方が多かったです。プラス、ハリル自身もですね、結果に、まあ一喜一憂と言いますか、そこでメンタルがですね、まあちょっと、落ち込んで、それを選手に見せてしまって、選手の不安を煽るといった、まあそういったところもありましたし、ゾーン戦術ができないというふうにハリルが思った、せいなのか、マンマーク戦術を徹底するせいでですね、格上相手にマークのズレを逆にね、作られてしまってやられてしまうという、そういう現象への対処をしていなかったので、そういったね、サッカー的なディティールの部分で、ハリルにはですね、おかしな部分がたくさんありました。それでもですね、解任した時の、このね、田島、会長のですね、記者会見が非常に良くなかったですね。それが信頼関係が薄らいだとか、コミュニケーションの問題とかですね、選手たちからの聞き取りの結果っていうようなですね、そういったぼんやりとした、ハリル自身がですね、選手とうまくいってなかったせいでっていう、まあそういったですね、ニュアンスのコメントをたくさん残したんですね。そのせいでハリルも後々にですね、まあ裁判を起こす。そのね、更迭された監督を解任されたことよりもですね、自身の名誉を傷つけられたっていうことにですね、憤りを感じて日本に戻ってきてっていう、まあそういう事態がありました。そしてファンから
すればですね、まあ最初はアギーレだったんですけど、アギーレからハジルホジッチになって、さあワールドカップでどういう結末を迎えるかっていう物語がですね、シリキレトンボのような、もうね、4コマ漫画の3コマ目までしかないような形で、確実にまあテンションが落ち込んだ日本サッカー界の盛り上がりがですね、コロンビア戦の勝利までですね、かなり下火になったという、まあそういったですね、握手を打ってしまったっていうところがあります。まあこれに関してはですね、自分自身がまあ選んだ監督ではありませんので、田嶋会長的には無理して変えるつもりもなかったんじゃないかっていうふうにですね、思う部分で僕は解任をさせないと思ってました。ただ、そこを解任させたっていうことはですね、日本サッカー界のことを考えてっていう部分は、あると思います。ただそれ以上にですね、スポンサーの問題だったりですとか、サッカー協会内でのハリルの評判だったり、ハリルがそのワールドカップまで積み重ねてきたことの査定をきちんとせずにですね、この主力の選手たちも、来ていなかった部分が多いですね。親善試合の結果とですね、内側での評判で決めてしまったっていうところでですね、その日和見的な判断だったんじゃないかっていう疑惑が浮上してきたんですね。で、このハリルに対してですね、コミュニケーションの問題とかですね、信頼薄らいだとかですね、きちんとした理由を言わずに記者会見でもお茶を濁すような、その説明不足というところがですね、まあ問題なんじゃないかと、その田嶋さん自身の著書で出てきたのがこちら。はい、言語技術が日本のサッカーを変えると。これをね、見つけた瞬間僕はもうね、擁護しきれなくなったわけなんですけれども、言語技術が必要だと言ってた人がハリルの解任に関してですね、勝敗ではなく信頼関係とかですね、そのコミュニケーションの問題って言っちゃってるところどうなんだっていうので、まあね、こう矛盾が生じたわけですね。で、僕今回ですね、田嶋会長のことをこう理解するために本当に日本サッカー界この人に任せてるのがもうね、今の、このサッカーファンの世論的に本当にやばいのか、もしかしたら世論が間違ってたっていうことはですね、過去の歴史でもありますので、この人自身を知った方がいいなと思いまして、僕この本読みました。 Kindle でね、ちゃんとダウンロードして読んだわけなんですけれども、この本に書いてあったエビデンスの重要性ですね、本の中にこう書いてあります。監督は自分なりに論理的に考えて抜いた上でこの方法が一番いいのだということを根拠を持って選手たちに納得させなくてはなりません。その根拠というのがエビデンスですね。ただ根拠というのをきちんとね、提示しないでハリルを解任して、今回は論理性合理性のね、薄いですね、サッカーのまま、敗戦を重ねていって、それをね、根拠立てて説明もしてくれないですね、森保監督をまあ就任させてですね、呼んできて、続投させ続けてるのはこの田嶋会長ですので、今のですね、サポーターの方のまあそういったね、ハリル時代から続くですね、ハリル解任から続くですね、不満っていうのが溜まっていってしまうというのは仕方ない状況だと思います。で、この本の中だけでもですね、すごく矛盾を感じる箇所が田嶋会長に関しては多いんですね。例えばですね、表現力の問題でですね、一つは自分が考えていることを言葉に出して明快に表現するということが身についてないっていうふうに、まあ、このようにまあね、若い子たちのことについて語ってるんですけど、そこでですね、ただなんとなく曖昧なまま行動し、それで納得している活躍します、両親に対して別にとか微妙とかで受け答えしていること自体が問題なのですっていうふうに言ってるんですね。ただこの後のですね、田嶋会長のですね、本の中で現在の教育システムに関してこういうふうに語ってるんですね、間違ったことを言うのを恐れ恥ずかしがる気持ちがとても強い現在の教育システムの中にそんな雰囲気を感じるのですっていう、雰囲気っていうふうにね言っていまして、でこれもそうですね、かつての日本のスポーツ界は確かに考えることや表現することはあまり重視してきませんでした、根性や体力で勝負すればいいという雰囲気が蔓延していましたという、雰囲気っていうね、こうどういった指導が当時あったのかとか、そういった論理的な根拠を提示していない、まあ確かにそういう雰囲気はあったっていうのは今もありますし分かるんですけれども、それをね本にするんだったら、うん、なんかこう論理的な根拠でね、こういった指導をしていたチームが高校サッカーでこのような成績を収めていてとか、そういうのがですね必要なんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとこのようにも言ってますね、監督に関して、いい監督の話ですね、声が小さくてもダメです、前置きが長すぎてもダメ、せっかくいいアイデアを持っていても相手に伝わらないとしたら能力はないのと一緒です、滑舌も必要、限られた時間で舌を噛んでばかりいたら聞き取れないですから、あれ今の代表監督どうでしょうっていうですね、田嶋さん自体がいい監督って言ったのと、あなた選んでる監督のそこの差すごいよって、また矛盾あるよっていうのありますし、一番面白かったのはJ ビレッジをですね福島に作った時の話なんですけれども、まあ田嶋会長自体がですね、この若手をですね、アンダー世代を指導していて、まあ監督にもなっていますから、その時にですね、パスミスをした時にですね、選手がパスミスをした時に止めて、なぜそのパスをしたんだっていうに聞いたそうなんですね。でその時の田嶋会長のまあ現会長の考えとしてはですね、そのパスをした理由、そこをですねきちんと掘り下げることによって、同じミスをもう一度することを防ぐためにいろんな意見をですね選手たちから出させたかったと、それによって何が間違い何が正解ではないと、そこで選手たちが考えていたことを話し合うことによって一つの答えが出てくるっていう、まあそういった話をしていたんですね。でその答えっていうのはですね一つだけではないと、いくつかの答えの中で話し合うことによって一つの答えに導かれるみたいな、まあそういった話をしていますので、そこで日本の若者たちは私が止めてなぜなんだって聞いた時にみんな止まっちゃうのが良くないって言ってたんですよ。ただ J ビリッジを作った時に福島のね、会津のそのね話を、一連に出しているんですけれども、会津若松には10の掟という古い教えがあって、
それはですね、会津藩の男子がですね、10歳になると日進館というところに入って、そこでですね、自分たち子供同士で掟を作ったと。で、それで10個の掟があるんですけど、それがですね、10個の掟で、例えばですね、戸外で物を食べてはなりません。戸外で夫人と言葉を交えてはなりません。みたいな、そういうね、何をしていけないかみたいなのを書いてはいけないですけど、なんでいけないかっていうことではなく、ならぬことはならぬものですって最後に書いてあるんですね、このように。で、この田島会長はですね、このならぬことはならぬ、いけないことはいけないっていうのが、いいと。これをですね、若い頃に叩き込んでおくことが、日本のエリート教育には重要なんだっていうふうに言ってるんですね。きちんと、田島会長、クレールフォンテーヌとか、フランスでどういうね、育成機関があってみたいな、そういうこともね、この本では書いているんですけども、ただね、さっき言ったこととやっぱ矛盾しますよね。子供たちがいろいろ言って、その結果一つの答えが出されるようにみたいな言ってる人がですね、いけないことはいけないんだって言ってる、その考え方がいいっていうふうに言ってるのは、これまた矛盾で、むしろね、いけないこといけないんだって言ってるやつが、今のパスなんでそうしたっていうふうに言ったら、ああ、怒られる。だっていけないこといけないもんっていうふうになるじゃないですか。なんで、基本的に矛盾の人なんですよね。こう、説明が大事って言って説明しないで解任する、ね、いけないことはいけないって言ってきながら、それぞれの発想は自由でいいんだよっていう、なんか怖くなってくるんですよね。なんで、そんな人が今の会長のトップに立ってるっていうのは、このね、自伝を読んでいくとどんどんね、掘り下げることができるという感じで。でですね、まあ、田島語録、最近の語録を紹介しておきたいと思います。まず、ハリル解任後にですね、日本が目指すべきはボールをつなぐサッカーというふうに言ってるんですね。まあ、さっき言ったところでも矛盾ありましたけど、これも皆さん気づきませんか？森保監督、大事なワールドカップの試合だったり、アジアカップの試合とか、大事なところで後ろでつながないでバンバン裏に蹴りますよね。この辺なんか田島会長が目指すって言ったボールをつなぐサッカー、ハリルから西野さんに変わったところの踏襲は決してされていませんね。むしろ現実的にハリル側に寄ってってるのが森保さんのような、そんな感じがします。で、ワールドカップの後ですね、日本代表なんか嫌いだ、応援なんかしないと言ってくださった方にも関心を持ってくださったという意味で感謝しなければいけないと思ってます。ものすごいすり替えてるんですね。あなたの決断がおかしかっただけで別に日本代表は嫌いになってないみたいな、あなたが日本代表からね、退いてくれたらもっとスムーズに応援できるよみたいなのをですね、なんか自分の人気のなさを日本代表にすり替えたみたいなところがありまして、で、2019年の E1 の韓国戦の後、まあこのね、チャンネルでも分析して取り上げましたけれどもね、戦術的な不備っていうのはいっぱい指摘しました。そこでの、田島会長の試合後のコメントです。今日のところは開始15分にワッと来られた。これは今までもう韓国がやってきたやり方、その辺しっかり学ぶべきだし忘れてはいけない。来年の五輪も含めそういうところをしっかりと戦えないと厳しい。ワッと来られたっていうね、言語化技術が大事って言ってる人がワッと来られたねっていう、あのワッと来られるところをちゃんと意識しないとねっていう、そういう感じになってまして、で、コロンビア戦の後ですね、アンダー23の試合でですね、森保監督がね、ずっと目元って特に何も言わなかったのに、最後に選手たちに金メダル取りたいのは私だけかって怒ったっていうね、っていうね、だったら戦術とかいろいろ勝つためのやつ言ってくれないんすねみたいな、そういうところあったと思うんですけど、そのコロンビア戦の後の田島会長のコメント、前半は3本いいパスがつながって1本ミスするっていう、このチームが目指すものがだいぶ見えているけども、最後のところでミスが起きるとうまく成就しない、後半同じミスがどんどん続くと相手にペースを捉えてしまったし、シュートになかなかたどり着けなかった。この辺なんかね、よかったらアンダー23の分析もしてるんでね、見てほしいんですけれども、相手がですね、5バック用のプレスの仕方と、あと日本がね、5-4-1で前からプレスをかけるときにですね、ズレを作るような、そういったビルドアップの構造を作ってたんで、決してね、単純なね、ヒューマンエラーで起きたですね、その敗戦ではないんですね。なんてそういったところを普通に選手がミスってんなっていう、そういった結論にしてしまっていますし、最後これびっくりしますよ。アンダー23同士の対戦ですよ。若いなっていうのが最初の感想というわけで、相手も若いよっていうね、こういうですね、まあ、田島語録みたいなのがむちゃくちゃ多いんですね。でですね、東大での講演会での資料、これ見たことある方いますかね。これね、いちさかさんという方のツイッターから引用させていただいて、僕のね、分析官プロジェクト、明日からね、本編も上がりますんで、レオザフットボールがね、YouTuber から実際に、このチームに帯同して分析官やるみたいな、ちょっとね、宣伝になっちゃいましたけど、明日からドキュメントアップされる、そこのね、スタッフの子が実際にね、東大の子で講義を直接受けたそうなんですけど、これですね、日本が一番調子がいい時が、グラフの一番下のね、青のところで一番右まで行くと。で、他のコロンビア、セネガル、ポーランドが調子悪い時は左端だと。なんで日本が調子いい時に相手の調子悪い時と当たったら勝ってるみたいな。ただこのグラフね、別に点線とかついてますけど、数字とか根拠なんもないですね。なんで書いた本ってあれもゴーストライターですかみたいな、そういう感じになってるじゃないですか。なんですけど、書いた本の中でありました、この図。はい。これですね、緊張が強い、そしてパフォーマンスがいい。緊張強すぎるとパフォーマンス良くなる。良くなくなる。緊張が弱すぎるとパフォーマンス良くなくなっちゃうから、その緊張が最適の時はパフォーマンスいいみたいなのを表してる図なんですけど、これ特に根拠はありません。そういう感じなのを図にしたっていう。なんで、田島会長は自分のイメージを図にして伝えたい癖のある人なんですね。なんでそんな方が今会長をやられてるっていう感じでして、だったらこれだけね、もう日本サッカー協会をもうむちゃくちゃにしてて、もう日和見だし、哲学ブレブレっていうかないし、薄っ
っぺらいしみたいなね、もう悪いとこばっかり出てくると思うんですけれども、ただビジネスマンとしては優秀なんじゃないかっていう、その可能性もあるじゃないですか。なんでそういったところで GDP 上がるまでチャンネルさんがこういったですね、現状の、まあ、日本サッカー協会のですね、管理費の問題を指摘してくださったんですけど、日本サッカー協会のですね、予算っていうのがネットで見られるんですよ。なんでそれ検索して僕見てきました。こんな図になりました。はい、もう見たくないですよね。なんかね、もう、めんどくさいめんどくさいってなると思うんで、僕これをですね、きちんとわかりやすくね、JFA の予算表を2016年から2020年まで、収益、そしてオンライン授業、これからのね、広がっていくビジネスですよね。あとは補助金など、ね、日本代表がこう支援を受けている、国から支援を受けているお金と、あと費用ですね、どのくらい運営にかかってるのか、あと管理費、まあね、その給料含めそういったところのお金がどういう風に推移してるのかっていうのを表にしました。こちらです。はい、まあお分かりの通りですね、2016年に田島会長が就任しまして、まあ2016年の予算っていうのは2015年のやつから来てますんで田島会長関係ないとして、2017年からですよね、2017年からこのように収益がまあ落ち込んで、その後2018年上がってるんですけど、これオリンピックじゃなくてワールドカップイヤーです。で2019年2020年と収益が落ちていたり低いんですね。でこの収益が落ちていたり低いとか、まあ景気とかの影響もあるとするじゃないですか。ただ費用に関してはですね、就任したとしては低かったんですが、そこからどんどん上がってって、何より管理費ですね、その中の役員とかの、給料とかそういったところですね、その中右肩上がりで上がっていると。つまり業績は伸ばしていない、なんなら落としているんですけれどもね、内側にかけてる費用っていうのはどんどん上がってるっていうですね、ビジネスマンとしてもやばいっていうのがこの数字上は出てるんですね。でこれがですね、まあ日本サッカー自体の盛り上がりとか田島さんだけのせいじゃないっていうところを考えると、じゃあその新しい施策を出すっていうところでですね、オンライン授業、これがですね、こんだけコンテンツが揃ってきて、いろんなね、YouTube だけじゃなく、いろんな媒体が出てるじゃないですか。なんで僕よくこのチャンネルで言うですね、こう、ネットでの施策っていうのをですね、何か打ち出せばそれだけプラスあると思うんですけど、言っちゃえば何もしてないんで、オンライン授業が、これだけインフラが整っているのにですね、どんどん落ち込んでいってる。つまりですね、未来に向けての改革も何もしてないです。改革の途中で、ボロボロになって、そのせいでお金かかってますようなのわかるんですけど、これだけですね、ただ、ね、内側の人に対して、まあ、お金をばらまいてるように見える状況、プラス新しい改革をしないで収益は減っているっていう、まあ、この状況で言いますと、やっぱりね、ここでも日本サッカーの未来危ういんじゃないかというふうに皆さん思ったと思います。そして極めつけはこちら、サッカー費用ですね。サッカー費用49、これですね、日本サッカー協会のですね、元会長犬飼さんがですね、この田島会長について語っている文がありまして、まあ、それでですね、有名なのがツイッターとかで回ってるのは、田島さんに関してですね、川淵さんと相談した時の、コメントです。僕が決定的に嫌だったのは、僕の次の会長のことも考えていかなきゃいけないと川淵さんに言ったら、田島しかありえないと言ったんです。僕はあれは一番ダメですよと言った。基本的に方針がぶれるし、その場その場でいろんな人にいい顔してるだけでアイデアもないし、2年間付き合ったけどサッカーに対する提案一つもない、あれこそダメですと僕は言ったんです。そしたら川淵さんはものすごく不満そうな顔してね、じゃあお前他にいるのかと聞くから、外から呼んでこなきゃダメですと言ったら、もう次の日に僕がそういったことを田島は知っていたんだよ、ああ川淵さんと通じているんだなと思って、というわけでね、まあもしかしたらですね、犬飼さんと田島さんが仲悪いだけで、犬飼さんが田島さんの方にですね悪く言ってるだけの可能性もありましたんで、僕ですね、ファンの方にいただきましたんで、先日のイベントで。これがっつり読んでですね、今回の、このね、動画作りに活かさせていただきました。でですね、そこに書いてあったことで、今回のね、僕のさっきの、表の中の説をですね、裏付けしてくれるような、そういった文がありましたので、読ませていただきたいと思います。このね、犬飼さんのコメントです。サッカー協会を見ると、モノポリ、独占、先輩なわけですよ。どこからも文句を言われないで、自分たちの、ペースで、サッカーの普及だとか、育成だとか、社会貢献だとかやれるわけです。今回のですね、内側での投票で、64人全員賛成、11人は棄権っていう、こういったところがですね、このね、過去に発売された、これ発売されたのは2014年への提言ですから、それよりももっと前ですからね、2010年かな、うん、かなり2010年の12月に発行されたもので、こういうふうに言われています。でですね、こういうふうにも言っています。サッカー界には何とか委員会というものがいっぱいあって、協会の職員が委員会の下請けみたいに一生懸命に膨大な資料作りをやっている。そういうことを僕も含めてみんなで休日出勤して一緒にやりました。彼らも職責に戻ってまた検討してね、それで変わるかと思ったら、僕が辞めた途端に全部チャラというわけで、ね、このですね、変な委員会とか無駄な人件費を削ろうとして、それで動いたのに最終的には元に戻った。なんで、このね、田島さんになった後にですね、この管理費が増えてるっていうのは、そういったおそらくね、いらない委員会とかが増えてきた。これなぜ増やしたかというと、そういった方にですね、いい顔をすれば、自分自身がですね、その、投票の時にですね、会長投票の時にですね、きちんと味方になってもらえる。会長選挙の時に味方になってもらえるってことがですね、如実に現れてる。それをね、証明するような文なのかなっていうふうに、ここで
で思いました。でこうも書いてあります。ビジネスの世界の常識がサッカー界では全くの非常識だったわけというわけで、まあビジネス界での常識、さっき言ったように伸ばせるとこ伸ばしてっていうですね、必要なものを切り捨ててね、そういったですね費用っていうのを抑えて、それでね収入を増やすっていうのがですね、ダブルでこう良くなっていくことになりますから、そういったところでいらないものを削って必要なものを増やしていくっていうね、そういった改革をする人が目の敵にされる。その改革によって場所がなくなる人にとっては敵になりますから、ってなると改革をしないで今いる人たちにですねいい顔して票を集めた方が、自分自身がそのポストに居座るにはですね非常に好都合なわけで、今回それが起こってるということなんですね。で今回投票権を持ってた人、各都道府県協会代表や J1 クラブ代表、関連団体代表者ら75人っていうじゃないですか。このね関連団体だったりとか都道府県の人たちの、その投票、これがですねいかにですね意味のないものなのかっていうのをここで語っています。理事会だって評議委員会だって協会のやることに異を唱えたり反論したりすると、予算を減らされたり、いろんな形で所属協会に迷惑をかけるから口にしないんだと。なんでね、ここで反対票なんか投じたらその人をね追い落とせれるならいいですけれどもね、確実に票が集まりそうな人には賛成を入れとかないと、自分で悪いことだって分かってても入れておかないと、自分が属している協会が JFA には目の敵にされてしまって予算を削られる、ってなるとそれ票入れるよねっていう風に、まあ、なるっていう、そういうねすごい闇が見えてきました。でその証拠が、サッカー界では日本協会が都道府県協会を統括しており、その協会が主催する大会に参加したり、協会が定めた資格を取得するためには登録が必要である。その登録は地方協会が受け付け、登録料は日本協会が一括管理し、地方協会に再分配されるっていうね。だから一括で管理してるんでね、悪いことをしたやつにはお金は渡さないよっていう、欲しいでしょ、じゃあちゃんと投票してねっていう風になるシステムがですね、ここに明確に表されてるんですね。で、まあ、ここはね、犬飼さんからの発言なんで、どうかはわかりませんが、このね、川淵会長がですね、会長として退任に追い込まれるかっていう時にですね、次の会長を、まあ、選ぶ時に、田島会長がですね、こう、ロビーで、ホテルのロビーで見張り役をしていてですね、この、言っちゃえば川淵さんのスパイ的な役割をしていたみたいな、そういった話も出てきますので、なんとこの川淵会長に気になることによって、川淵会長がその後ね、名誉会長職になったんですけれども、なんかね、その、次の会長を立候補者を選び出す委員会みたいなのがあって、それのポストに、川淵さんが入ったと。なんで、川淵さんは実権をまだ握っている状況なんで、田島さんとしては川淵さんにいい顔して、スポンサーにいい顔していれば、ずっとですね、このポストは安泰。でですね、なおかつ、2期以上会長を務めればですね、名誉会長職になれるので、その任期も十分に満たしたと。で、これなんか犬飼さんの時にですね、急遽作られた嘘のルールっていう話も犬飼さんからは出ていますので、まあ、田島会長っていうのはですね、サッカー的な理解が乏しかったりとか、ね、発言に矛盾があったりとかするんですけれども、会う関係者にはですね、いい顔してっていうか、そういった政治力がすごくて、そこ成り上がってですね、きちんと地盤を固めるっていう能力がすごく強いっていうことが、まあ今回のですねこの動画によって皆さんお分かりいただけたと思います。でまあこういった田島会長のようなまあモンスターと言いますか、小悪党と言いますか、こういう人がですねまあ成り上がってこの日本サッカー協会の成長に歯止めをかけてしまうみたいな、指導者ライセンスとかもねもっと S 級にたくさんの人を受けられるようにすればいいと思いますし、そのね受けられるね講習会とかを増やしたらそれだけ雇用も増えますしっていう感じで、やれることねここで上げたらきりないぐらいたくさんあって、それをやらないことによって今の組織変わらないですから、今いる人たちから支持を受けるっていう、ね、そういった状況ありまして、これはですね組織図全体にも問題があるんですね。ただこの組織がどうすれば変わるかっていうと難しいところで、組織のね内側から変えるっていうのはですね、この、今言った犬飼さんがやろうとしてできなかったことですから、なかなかですね次の人たちが出てこないのも納得できます。で僕が調べたところによりますと、バスケット協会、それこそね川淵さんが逆に外から入ってくる側になってるんですけど、これなんかはですね元々のバスケット協会にですね不満を持ったチームがですね、この分裂してって言いますか、脱退して新しい協会を作って、そこで2つ協会ができてみたいな、そういったね歴史がありまして、なので今ね J リーグで不満を持っているクラブとかそういったところが連名してそういった動きをしたらですね、新日本サッカー協会とかできるかもしれませんが、現状それは現実的な案ではありませんね。あともう一つは、まあ僕たちがそういうね日本サッカー協会に不満を持って見ないっていうストライキをしたりとか、行かないっていうストライキをすればいいんですけど、ただ選手たちは頑張ってるしサッカーは面白いし、それで見ないっていうのも現実的ではありませんので、そう考えると今はですねベスト16でまあね、この宣伝的な効果もあって、満足っていうか成功みたいになっていますけど、実際に僕たちファンがですねあのベスト16行ったのも10人のコロンビアに勝っただけで、他はただ綱渡りで
てうまくいっただけだよとか、最後なんかね、こう監督とかの指導力があったりとか、戦術的なね、その駆け引きなんかができるところがあったらベルギーに勝てたかもしれないしとか、そういったね、日本の本当の姿っていうのをですね、ファン全員がですね、こう喧伝していってですね、今のね、日本サッカー界の現状っていうのを楽観しない空気を作るしかないと思うんですね。その楽観しない空気がですね、高まった時に、日本代表がもしかしたらオリンピックね、今回もダメで、ワールドカップダメで、それで今の政権じゃダメだってなって、一気に改革が起こるってことあるかもしれないんで、今はですね、日本サッカー界っていうより、こうね、日本サッカーの成長を見守りたい、日本代表もっといけるはずだっていうふうに思ってるファンたちにとって、我慢の時間なのかなっていうふうに、そういうふうに思います。もしかしたらね、これ僕がね、こういったメッセージを届けてる人の中でそういったね、もしかしたら権力者がいるかもしれませんし、今後そういったね、熱くね、日本代表を変えようっていうふうにね、思ってくださる方がいたらですね、僕自身も自分でね、明日の分析会のドキュメントもそうですし、こういった活動もそうですけど、自分自身で動いてる自負がありますので、一緒にね、力、手を貸し合ってですね、変革のね、一歩を踏み出していきたいと思います。今は我慢の時ですが、決してですね、日本の中にですね、サッカーを見限ってる人ばかりではないと思います。本当にね、熱い気持ちを持って、今はですね、悔しいところを耐えながらですね、チャンスを伺ってるっていう、そんなですね、人たちがたくさんいると思っていますので、その機会を待ちつつ、一緒にサッカーを楽しんでいきましょう。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオサルトボールでした。